シンデレラストーリーは2004年制作のアメリカ合衆国の映画、童話シンデレラの舞台を現代のアメリカに本案したヒラリー・ダフ主演の学園ラブストーリー。日本では劇場公開されず2005年4月22日に DVDVHS がリリースされた。2008年には続編となるビデオ映画シンデレラストーリーにドリームダンサーがアメリカで、 発売された。幼い時に父を亡くした女子高生のサムは成績はオール A でプリンストン大学への進学を目指しているが、ママ母フィオナに毎日こき使われ、フィオナの連れ子である義理の姉たちにもいじめられる日々を過ごしている。そんな彼女の心を支えているのは父が残したダイナーで働く家族同然の仲間とメルともノーマットとのメールやチャットだけだった。ある日、 ノーマットからハロウィンの仮想ダンスパーティーで会おうと言われたサムはダイナーの家族の後押しもあって意を決してパーティーに参加する。そこで彼女はノーマットが街一番の金持ちの息子で生徒会長、しかもアメフト部のスターで学校一の人気者であるオースティンだと知る。その事実に心ときめくサムだったが住む世界のあまりの違いに自分の正体を明かせなくなる。 一方のオースティンはサムであることに気づかぬまま彼女に恋してしまう。二人はいいムードになるが、ママ母からの命令で夜中の12時までに戻らなければならないサムは急いでその場を後にする。そして追いかけるオースティンはサムが落とした携帯電話を拾う。翌日からオースティンは学校でシンデレラ探しを始めるが、その様子を見たサムは自分に自信が持てないために、 ますます正体を明かせなくなっていく。ところが、ふとしたことから、シンデレラの正体がサムであることを知った義理の姉たちが、アメフト部の総公会で、サムを徹底的にバカにした芝居を披露して、正体を公にしてしまう。激しいショックを受けたサムは泣きながらその場から逃げ出す。さらに、追い打ちをかけるように、プリンストン大学からの合格通知を隠したまま母が、偽の手紙で、 サムに不合格だと告げる。すべてに投げやりになったサムだったが、亡き父の言葉を思い出し、ママ母に家を出て独立すると告げると、オースティンにも自分の思いの竹をぶつける。そんなサムに心を動かされたオースティンは大事な試合の途中に抜け出し、サムに正直な気持ちを告白する。願いの叶ったサムの人生は、これをきっかけに一気に好転する。 亡き父の遺言書が見つかり、全財産がサムのものであることが分かったからだ。しかもその遺言書の存在を隠し、全財産をかすめ取っていたフィオナは逮捕。司法取引による社会奉仕として、娘たちと共にサムのダイナーで働くことになる。また、プリンストン大学の合格通知も見つかり、サムはオースティンと揃ってプリンストン大学に進学した。 ありがとうございます。